や、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものといったら、おお、さすがだ。風車の羽はちょうど六枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。ああ、言われてみれば。あとは簡単だ。三本の風車のうち、神の像の近くにある二本が神の像を守る巨人。残りの一本が守っているものこそ、おそらく。お宝、オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた。クラクラする。頭の使いすぎだな。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。